っていきます。まあ、今日はちょっと8時ぐらいまでにねなるんですけど、はい、本日はあれテロップ書いたと思ったのに、はい、本日はね、まあお知らせなんですけども、私の8月29日の卒業公演の詳細が発表されました。まあ、今日はまずその話をねしていきたいなって思います。まあ、今回私はその雫は未来へとつながる虹になる公演で卒業公演をさせていただくんですけども、メンバーはセリカ、おだえり、レミちゃん、ゆりなちゃん、ひゆかちゃん、みゆちゃん、かれんちゃん、私の8人でございます。でもうチケットの申し込みが始まっておりまして、はい、会員枠は明日まで、で一般とかファミリーカップルとか女性小中学生枠は26日までとなっております。出るメンバー希望した、そうです、希望いろいろ希望して、その中で叶いそう、このメンバーだったらいけますみたいなのなんですけど、もう結構私はもう出てほしい子もうみんな呼べたぜみたいな感じです。そう、まあ、結構ねレミちゃんもひゆかちゃんも私それなりに なんかすごいご飯めっちゃ食べに行くほど仲なんですよ、いやみたいな感じじゃないんだけど、それなりに仲いいと思ってるからそう呼べて嬉しい、すごく。どうなんだろう、結構さ、まあ人によっては、まあ、でもあんまり分かんないっていう方が多いかもしれませんね、このメンバーだけでこの立ち位置なんだなみたいな。でもまあそんなね分かる人もそんなに多くないと思います。そう、今日キャップかぶったからちょっとね帽子がじゃない前髪がねちょっとあんまり、まあでもまだマシか。卒業なんですか？卒業です、ピースすることじゃないけど卒業します、29日で、はい、
そう、もう1週間ないんです。びっくりだよね。あと6日になるのかな。うん、6日ですね。約9年5ヶ月9年5ヶ月か、すごいな。焼肉の日らしいね。私誕生日はいい肉の日なんですよ。お肉つながりですね。まあめちゃめちゃたまたまなんですけど、そうたまたまです。これはまあ、ぜひ来てください皆さん。ぜひ。アイドルファンではないのですが、同じ愛媛県出身なので寂しい。あ、でも私の場合はまあ AKB の活動自体は終了しますけども、その後はまあ舞台中心に役者まあとして頑張っていこうというふうに思っているので、そう活動は全然これからも続けていくので、もしよかったらなんか応援してくださったら嬉しいです。10月に舞台あります。9月2日はファンミーティングです。よろしくお願いします。有給完了、取得完了、あとは当たることをお祈りしておきます。むしろこれから応援していきます。あ、ありがとうございます。嬉しい。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあね、もうこれが AKB 人生は最後なんで、そう、泣いても笑っても頑張ります。そうですね、まあまあ泣かずに終わるのが一番です、私は。はい、
寂しさもあるけど楽しみにしています。頑張る頑張る。もうな、卒業公演の話になったら絶対にもう私ドレスと曲の話しちゃう。何やると思うっていう質問しかしない。本当にごめん。もうキャッチフレーズやるのも最後ですね。もう二度とやらないと思う、マジで。あのキャッチフレーズはめちゃめちゃ気に入ってるんだけど、だってアイドル卒業したらキャッチフレーズなんて言うことないから、マジで。そう、あれが最後になると思う。あれじゃない、劇場、この公演が最後になると思います。見納めです。皆さん、皆様見納めでございます。エリナちゃん涙しそうな。本当？お代理？どうなんだろう。でも最近になってね、なんかお代理からの行為が分かるようになった気がする。いや、なんかなんて、前はね、もうなんか私が一方的感がすごかったんですよ。一方的感がすごい、何の話をしてるのかよく分からないんだけど、そう、前はちょっと私からも一方的なのかなみたいな感じに思ったけど、そうね、なんか最近になってって言い方変だけど、なんか分かるようになってきました。嬉しいね。もうショールーム配信もね、あと6日しかない。もう6日で終わります。これで今日で何日目だっけ。そろそろテロップ出ると思うんだけど、何日目なんだろう今日で。1626日だから、1631とかで終わるのかな。なるほど、何とも言えない数字ですね。色味ひいや、ひろみってなったらひろみって誰ってなるし、ひむちょっと思いつきませんでしたね。そうですね、最終日は一応公演の前に配信はしようと思ってます。ちょっとだけだけど、30分ぐらいとか。まあでも公演後にできたらいいなとは思うけど、わからないね。
ちょっと待ってね、ごめんね。でもなんか配信するって言っても午前中の超微妙な時間に配信することになるかもしれない。ちょっとちょうど12時台とかが配信できない可能性があるかも。そう、ショールームは29日で終わりなんですよね。メールって何日まででしたっけ。ちょっと忘れちゃったんよね。ちょっと待って調べよう。違うね。あれ？劇場から配信したことないですね。ないよね、確かね。はい。ちょっと待ってね。お湯が沸きました。あー！危ねえ。ワイヤレスイヤホンに落とすとこでした。今充電中なのよ。これか。ATB メールが8月の30日あ、11時59分59秒まで。あ、そうなんだ。お昼で終わりなんだよね。で、違う、ショールームが8月29日の23時59分まで。755も29日の23時59分59秒まで。ですね。まあでも29日はもうバタバタして終わるだろうし、もう夜配信があんまね、もうどうなんだろう、28日が夜配信できるかできないかがちょっと
微妙なところなんですけど、まあ、ゆっくり配信できる時間ももう限られて、早くね、もうちょっとで、え、早いな、だって待って24、25、26、27、28、29、あっという間ですね、本当に。卒業した後はショールーム新たに作らないのかな。ないです、作る予定は、作る予定はないかな、うん、今のところないです。まあ、動画はね、なんかファンクラブの方でたまに動画投稿はしますけども、確かになんかそれ以外であんま動くところってもうツイッターとインスタぐらいでしかお見せできないかもしれないですね。わかんないけど、動画投稿ね、もう私が一切映ってなくてもいいんだったらあれなんだけどなんかね、たまにもう目玉焼きの動画しかないやつとか、それはマネージャーさんが許してくれないかもしれないもしかしたらマネージャーさんがもう、いや顔も映して、顔も映してもらわなくちゃみたいな感じになったらもう無理だけど、そう、まあね、こうやって話す機会は、話すっていうか配信する機会はぶっちゃけめっちゃ減ると思います、なんかでもそう思うとね、なんかもう毎日配信しないっていうのも結構なんか新鮮な気持ちになります。新鮮な気持ちになりますって変だけど、なんて言うんだろう、なんかなんて言うんだろうね、もうだって3年ぐらいっていうかさ、結局一回もなんかショールームイベントみたいなやらなかったねまあ私も全然スタッフさんに確認してたなかったけど、そう、確認できてなかったけど、ね、やるって言ってたのに、あの話はどこに行ったんだ、どこに行ってしまったんだ。
こに行っちゃったんだろうねあら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 って感じです本当に。でもなんかそう思うとさ、なんかショールームもすごいなって思うし、 AKB のそのプライベートメールもすごいなって思いますよね。そうやっぱメールがなんかさ、話題にめっちゃ困ってしまうことも多いけど、基本的に私が何考えてるかって大体メールでわかるんですよ。基本的にこいつ食べ物のことしか考えてないなっていうことがね、あの伺えると思うんですけど、メールでそれもねなくなっちゃうからね。そうびっくりだよね。あ、微妙に熱い。いやーねー、近づいてるんだね。全然実感湧かないけど、まだそう。まあでも当日はね、楽しみたいなって思います。でもすぐまた卒業公演の話しちゃいそう。何やると何の曲やると思うと、何のドレス着ると思うって、もうずっと聞いちゃう、ずっと聞いちゃうと思うよ。さっきゆりなちゃんがなんだ、配信でるんちゃんの卒業公演出られることすごく喜んでた。いやいや、でもゆりなちゃんはほんと絶対に出てほしかったの。そうだから絶対に出てほしくて、もうよかったです本当に。そう、本当に今回はもう絶対、もう今回はもう出てほしいメンバー呼んで、そう、でもそう、他にも出てほしいメンバーもいっぱいいたんだけど、ちょっとやっぱねスケジュールの都合とかもあったんだけど、でもねそう、もうめっちゃあの嬉しいメンバーしかいないからさ、そう。
そうね、やっぱレミちゃんは来てほしかったし、そうで、ひゆかちゃんも来てほしくて、そうだから最後一緒に出られるの嬉しいね。ひゆかちゃんとは卒業公演じゃない、雫公演一回一緒に出たことあると思うんですけど、確か。でもなかなかね、そのチーム4でもあまり一緒に出られることが多くなかったから、そう嬉しいです。あとはもう絶対お代理には出てほしくて、そうだからね、かなって嬉しいよ。そう、まあ、あとはカレンちゃんですね、もう絶対に外せない。白湯を飲んでます、はい、であとみゆちゃんはね、まあ、中四国一緒だしやっぱ出てほしかったし、でセリカも絶対に来てほしかったからさ、そうだからみんな呼べてハッピー。もうすぐに言っちゃう、マジで何の曲やると思うって。危ねえ、危ねえっていうか聞いちゃってるけど、聞いちゃってますけど、3曲ってむずいよね。だってもう48グループも含めたら一体何曲あるんだって、そう本当にもう何曲あるんよみたいなね。もうそれこそだって、まあ、いわゆる16人曲だけじゃないユニット曲だってあるし、もうね、本当何曲あふれてるんだ、その中の3曲って難しいんよ。そうそう、まあ、今日はね、まあ、一応8時までとは言ったけど、あのこの白湯が8時までに飲み終わらなかったら白湯が飲み終わるまでです。ちょっとわからない、約10年を3曲で表せって無理系だよね。ああ、この10年を3曲で表してないかもしれないけど卒業ブロックでこの10年を表してないかもしれない。未来のことばっか考えちゃいました私。いや、わかんない、未来のことばっかじゃないかもだけど、そうですね、ちょっとこの10年3曲に詰め込められたかはちょっと微妙ですね。
でもやっぱね、最後はこの曲やりたいっていうのがあったから、そう、絶対にやりたいっていうのはありましたから入れましたね。さあ、それが何なのかはお楽しみにっていう感じなんですけど、なんだと思います皆さん。もうこれはねヒントとかないんで、ふふふふ。いや、でも私のクイズはね、あのルンバニアであろうとなかろうと結構難しいって言われてるからそうそう、結構難しい。まあね、まあ、今日発表されまして卒業公演のこと、はい、まああと本当にもう1週間ないですけど、最後の公演ね楽しんでいきたいなって思います。はい、それじゃあ白湯が飲み終わりましたので、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきます。13位から、13位ダブル流星さん、12位ココホルさん、11位ナナタさん、10位飯田ひろゆきさん、9位ママさん、8位マーモットちゃんさん、7位キャパさん、6位カラスのカーコさん、5位夏目さん、4位ロミツさん、3位 TKHKG さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。